こんにちは。ここのところ勉強ばかりで少し息抜きに来たの。お疲れ様です。こちらのお席にどうぞ。千里さん、勉強お疲れ様です。イブちゃんもバイトお疲れ様。それじゃあアールグレイと本日のケーキをお願いするわ。はい、かしこまりました。カオルさんの写真をプリントしたケーキはどうかな。ほら、ここのお店写真で作ってくれるんだって。ケーキになったカオル先輩、それすっごく素敵だよ。あ、でも食べたらなくなっちゃうよね。それは寂しいかも。じゃあやっぱり花束とか。あら、ひまりちゃんとりみちゃんは二人で何を。ああ、千里さん、騒がしくしてごめんなさい。私たち今度のカオル先輩のクリスマス公演でプレゼントをしようって計画してて。千里先輩はもう聞きましたか。カオルさんが王子様役のシンデレラの舞台。ええ、それなら聞いているわ。受験も近いのにカオルらしいわね。それと騒がしくなんてないわよ。せっかく気分転換に来たんだもの。賑やかで気持ちも晴れるわ。ちょうど今は他のお客さんもいないし。ありがとうございます。でもちょっと気をつけますね。千里さんもゆっくりしていってください。ええ、ありがとう。やっぱり基本かつ王道、心のこもった手紙がいいよね。うん、実は私レターセット準備してたんだ。たくさん持ってきたから、よかったら好きなの選んで。ありがとうリミ。私このレターセットにしようかな。それともこっちのがカオル先輩っぽい。見に行くんですよね。そうだけど、私は。それだったらぜひ。佐藤さんからお手紙もらったらきっとカオル先輩も喜びます。お忙しいとは思いますけど、時間があったらでいいんで。私もカオルさんすっごく喜ぶと思います。そうだ、よかったらこのレターセット使ってください。でも、もうひまりちゃん、あんまり千里さんを困らせちゃダメだよ。そんなことしてないよ。それじゃあ千里さん、もしよかったらお願いします。二人ともすごくテンション上がってるみたいですね。紅茶と本日のケーキお待たせしました。ありがとう。つぐみさん、キッチンの片付け終わりました。あれ、千里さん、そのレターセット。これは二人からカオルに手紙を書かないかと言われて。そうだったんですね。千里さんの心のこもったお手紙、カオルさんきっと喜びます。心のこもったって、まだ書くと決めたわけでもないのに。そうなんですか。ええ、特に今はそれどころじゃないタイミングだし。それに千里さん。いいえ、何でもないわ。紅茶とケーキいただくわね。はい、ごゆっくりどうぞ。行こう、イブちゃん。はい、千里さん、ごゆっくり。
まるわね。最後だし、言いたいこと。私が、カオルに伝えるべきこと。それは、きっと。気分転換に来て考え込むのは良くないわ。手紙のことはまた後で考えましょう。